さて、やるか。銀時が春雨の三強星と呼ばれる強者馬頭と戦っている頃、桂と坂本も三強星の残り二人と戦闘になっていた。強敵を相手に逃げの小太郎の名を捨て正面からの戦いを挑む桂。坂本は船と乗員をナノマシンウイルスに侵され船の制御システムを破壊する。一方高杉は春雨の砲撃を受け崖から落ちてしまう。借りはきっちり返したよ。三強星が倒されたと知り奈落の大部隊が戦場に投入された。新八を逃がすため敵を引きつけた川上万歳もその猛攻に力尽きる。万歳さん、やめろ。高杉晋作、戻ってきてしまいましたか。ここに騎兵隊に告ぐ、カラスどもを踏み殺せ。どけよ、てめえらより先に挨拶しなきゃいけねえ奴がいる。そこをどけ。そうか、ならば露払いは俺が引き受けよう。握手でも拳でも存分に交わせ。ずら、焚きつけるのは予算か。喧嘩止めるわしの身にもなれ。ならばいっそ俺たちも参加すればいい。そりゃ明暗ぜよ。俺が死んでる間に随分状況が変わったらしいな。この間まで俺から国を守らんとしていた連中が国から狙われてるなんざ。何も変わっちゃいねえ。あれを片付けた後はお前の番さ、高瀬。それまではその命せいぜい大切にしておくことだ。貴様に利用するだけの価値があればの話だが。おい、こいつら一体何言ってやがんだ。要するにヤクストだな。まだ死ぬなダチ公ってことぜよ。うずいているな、私のうちにあるかつてあの男だったものが。嬉しいか悲しいか。お前のためにちりぢりになった弟子はお前のために再びここに集った。少女、お前に消されるために。ようやくあの化けガラスを手の届くところまで引きずり下ろせたわけだ。高杉、お前知っていたのか、虚ろのことを。さあな。だがあれだけ強かった人をこともなげに捕らえ殺すことができる奴がいるとしたら、そいつは先生自身、いや先生の中にいた別の何かしかあるめえよ。君も道に迷ってここにたどり着いたんでしょう。私もそうです。未だに迷っている。それでいい。悩んで迷って君は君の思う侍になればいい。先生は抗い続けていた。おそらく自分の中にいたその何かに。だが先生は敗れ
その何かだけが残った。だったら俺も抗い続けるしかあるめえ。てめえらがこれから何をしようと知ったことか。俺の覚悟はとうの昔に決まってら。俺はただ壊すだけだ。奴の作ったこの腐った世界を。止まるものか。もうあの男たちは止められん。やったな。そんじゃ戦闘開始だ。玄徳、人間ってやつはそう簡単に変わらねえもんらしいな。一遍死んでも10年経ってもどいつもこいつも相も変わらずバカやってえなら。そうでもねえさ。10年前なら切ってた。なるほど、楽しみは後に取っておくことを覚えたわけか。立派な大人になったもんだ。ほざきやがれ。怪我がつらいなら休んでてもいいんだぜ。うるせえ、お前こそ黙ってみてろ。また喧嘩しよって。おい、敵さん生きとるじゃろうに。なんで無視するんじゃ。くそ、会話に混ざれんぞ。とにかくまずはこいつらを。まずはこいつらを叩く。みんな俺についてこい。ズラ、急にどうしたんじゃ。ズラ、化け物の小道具。お前ら死ぬなよ。さて決めるか。ズラ、誰に向かって言ってんだ。そこにいるもじゃもじゃだろ。またわしか。お前らわしに何か恨みでもあるのか。こうなったらやけじゃ。ちゃっちゃとやるぜよ。死ねえな。ガキ野郎。征夷大将軍徳川の娘さん、将軍だから翔ちゃんでいい。どんなもんよ。こいつでどうだ。何すんだ。ズラ、タガシ、全力でてめえをぶった切る。撤退する帝王を装い敵を引きつける。銀時、おまんはその隙にここを突破しろ。銀時、おまんが見つけたこれからの国を支える今の友のためにこの古き友を使うてくれ。言ってくれ。今お前が本当に守りたいもののために。小僧、そいつの首を誰にも渡すな。俺たちの友を。
頼む。はい、やっこいせ、出てくな、出てくな、出てくな、わたしは、わたしは、どんなもんよ、やってやろう、なって、そうで、覚悟しな。なんだおい、騒がしいな、さぐ、めんどくせえな、どんなもんよ、こいつでどうだ。開いた背中は互いに守りた。しつけえんだよ、てめえら、どんなもんよ、しつけえんだよ、てめえら、どんなもんよ、さぐ、めんどくせえな。止めるだけじゃない、ハルサメから守るためにこれで終わりにするぜ。さあな、親父はどうあれ、あのバカ息子の方はもうたまらねえ。生きているなら必ず殺しに来る、そしてそこに必ずカグラもいる。しつけんだよ、なんなんだよ、俺が立てねえ。こんなんじゃ俺にはかなわねえ。あとはこのトルン王に任せな。せな、さらよっと、止まった、終わった、やばいでしょ、これは致命だ。おいおい、何が出てくるんだよ。何を私は別に、これで決めます。それが確かだ。あらよっと、急ぐぞ。このタイミングで春雨の兵が引き始めてる。嫌な予感がする。こいつが届く範囲は俺の首だ。こんなんじゃ俺には勝てねえぜ。やばいやろ、こいつでどうだ。こんなんじゃ俺には勝てねえぜ。そばなんだね、まだまだ。こんなんじゃ俺には勝てねえぜ。しつけんだよ、普段もこれぐらい頑張ってくださいよ。ったく、将軍家は代々もっさりブリーク派だ。一段落ですね。死ねえな。
こんなんじゃ俺には勝てねえぜ。いいじゃん、すごいね。ただのダメな大人じゃなかったあるな。やめろー、カムイ。凛ちゃん、新八、何しに来た。家族の問題に立ち入るなとでも。確かに俺たちは血なんざ繋がってねえよ。だが同じ屋根の下で同じ釜の飯食って、同じもんに笑って怒って泣いてきたよろつやだ。あいつのために動くのに血も理由も必要ねえよ。カムイさん、その拳引いてください。これ以上カグラちゃんを、家族を、自分を苦しめるのはやめてください。あいつを苦しめてるのはお前らの方だろ。ようやく見つけたもう一つの居場所を俺に壊させようっていうのか。僕らは壊れたりしませんよ。カグラちゃんがあなたの手を離さなかったように、僕らもカグラちゃんの手を、みんなの手を離さない。だからあなたたちも僕らも壊れたりしない。もう遅いよ。どちらかが倒れるまで俺たちは終われないんだ。そうかい。だったら俺が終わらせてやるよ。これで最強を倒したのは俺だ。最強の座は引き継いだ。カムイ、お前のお守りもな。お前の探してたもんはここにあるぜ。欲しけりゃ来いよ。あのハゲを倒すために手にしてきたもん、全部ぶつけてみろ。お前の夢も努力も、そしてその先にある最強も、縁もゆかりもねえ俺が全て踏み散らかしてやるよ。お前の欲しがってたもんってな、そんなもんだ。そんな大層な名前なんぞなくても、てめえにはおあつらい向きな名前があんだろう。バカ兄貴、バカ兄貴、そんなものがまだ俺の中に残っていたとしても、そいつは今日死ぬよ。地球のバカ兄貴と一緒に。カム、これはお前の言う通り、最強とはほど遠い男だ。お前の方がよっぽどそこに近いのかもしれない。だが負ける気がしねえ。失うもんがねえ強さ、何も守れない弱さのうちだ。お前には俺から何物も奪えねえよ。俺はもう逃げない。守ることから、失うことから。全力でてめえをぶった切る。覚悟はいいな。こいつでどうだ。開いた背中は守りや。
こいつが届く範囲は俺の国だ。武器を収めるくだらん争いはこれまでだ。銀ちゃんだ。覚悟はいいな。思い出せお前の本当の名を。つぅー、こいつでどうだ。目させやがって。最強なんて大層な名も、地球のバカ兄貴なんて貧乏くせえ名もいらねえ。俺はよろずや銀ちゃんだ。先生によろしくね。てめえ次は覚えてろ。おっしゃ。最強を求め強敵と戦い続けたカムイに対し、敵は自分の内にいると語る銀時。それは己の限界という名の壁をぶち破る戦い。壁はあと何枚だ。だが度重なる戦いのダメージが銀時の体に蓄積されていた。これがお前の限界だ。やめろ、カムイ。その一瞬、カムイの拳が止まる。それがお前の限界だ、バカ兄貴。今、一瞬見えたか、空っぽの器の底が。そいつがお前の名前だよ。まだ捨てていなかったのか、その名前。だからあんな奴に負けるんだ。お前ができないなら俺がやってあげるよ。妹も親父も
そしてお前だったものも俺が全部消してあげるよ。さて、やるか。立ち上がったカムイだが、ヤトの血に飲まれ、その目は正気を失っていた。あれはあの時のカグラちゃんと同じ。あれはもうバカ兄貴でも団長でもねえ、名前も忘れちまった獣だ。カグラちゃん、リミッターが外れたか。もう誰も死なせやしない。僕らもよろずやの名にかけて。カムイ、もう何も奪わせない、もう何も失わせない。私が、私たちがお前の中に残った最後の名前を、バカ兄貴を守る。だからお前はそんなもんに負けてんな。大将一人守れなくてどうするよ。これで決めるアル。Yeah!
地球には行けなかったけど、私は見つけたよ、その青い星で。とびっきりのバカと、マヌケを、よろずやを。だから私は負けない。あいつらが隣で一緒に笑ってくれるなら、一緒に苦しんでくれるなら、私も一緒に笑って苦しもう。お前の隣で私も戦う。いつも一緒に戦ってくれたお前のように。ですよ、これは。私も戦う。いつも一緒に戦ってくれたお前のように。あ、スコンブ切れてるの忘れてたね。そこそこあるな。喧嘩くらい自分の拳でやらせろよ。負けるわけにはいかないんだ。もうお前には負けられるかよ。妹にこれ以上、兄貴が、いい加減勝ちを譲れよ妹よ。もう勝負はついてるある。殴れなかったにせよ、殴らなかったにせよ、兄貴の拳じゃ私は倒せないよ。妹の手は振りほどけないよ。おかえり、カムイ。ようやく家族4人揃ったね、カグラ。やっぱり家族は一緒じゃなきゃ。あの時マミーの隣にはお前もいたね。お前がどこまで逃げたって、どれだけ遠く離れたって、振り切れやしない。カムイ、お前はマミーの、私たちの家族だよ。戦いは決着したが、
春雨の軍勢に囲まれる銀時たち。しかし彼らを率いる三教生はもはや虚ろに従う気はなかった。カムイと共に海賊として大西側と戦おうと考える三教生たち。似合わねえな。戦場だろうと妹の膝だろうとお前が転がってんのはやられたまんまで負けたまんまで転がってんのは。もう負けないさ。誰にも。俺は息子としてより兄貴としてより海賊として長く生きてきた。今さら引き返すつもりは毛頭ない。進むだけだ。妹が追いつけないほどずっと先へ、親父を見下ろすほどずっと高みへ、あの人に届くくらい遥か遠くへ。そこまで行くつもりがなきゃ追いつけやしない、帰れやしない。あそこにはカムイは海賊たちと共に去っていった。残りの春雨や奈落たちも撤退し、一人残ったおぼろも高杉との切り合いの末敗れた。こうして洛陽での長い戦いは終結したのであった。桜編、ぶっちゃけみんなもう飽きてはいないか。アニメに映画、さらには実写と、さすがに紅桜編やりすぎだろう。その上ゲームでも紅桜編の繰り返しではさすがに芸がない。ここは銀玉を救うため俺が一肌脱ぐしかないな。紅桜編はもう終わりだ。これからは新薬紅カツラ編で行く。仮面の赤い彗星カツラズナブルが通常の3倍の速度でアマントの戦艦を次々。違うだろう。おおおお、よせ、振り回すな。黙って聞いてりゃ、何勝手なこと言ってんですか。あんたはあの高すぎて人の野望を止めるために乗り込んできたんでしょうが。ちゃんと紅桜編続けますよ。ほら、急いで。認めたくないものだな、若さゆえの過ちというもの。アニメじゃないんだからそういうのやめろ。強くなったぞ。始めるぞ。
いきなり囲まれてしまったな。ずらー、てめえ今まで何してたんだこら。散々人に心配かけといてエリザベスの中に入ってたんやろか。ふざけんのも大概にしろ。ここまで来たら最後まで付き合いますからね。ずらー、てめえ帰ったらなんかおごる。新しき世を作る。俺はもうどこにも逃げんぞ。とったど。おつーちゃんのニューアルバムと写真集とハーゲンダッツ100個お願いします。あ、やっぱ1000個。あー、ずるいね。じゃあ私スコンブ10年分。おい、何よ。早く行けボケ。待て、お前たちに何かあったら俺は銀時に合わす顔がない。
何言ってるアルク。そのヘンテコな髪型見せて笑ってもらえ。お前ら。覚悟はできておろうな。残った者が新しき世を作る。俺はもうどこにも逃げんぞ。ギトキのやつ、いい仲間を持ったな。これで心置きなくあいつのもとへ向かえる。そこで待っていろ、高杉。さらば。次はどこにいる？知らねえよ。何か見つけたぞ。さらば。遠慮するな、かかってこい。おい、高杉はどこか知らんか？知らない。だから見逃してくれ。カズラだ。
守る覚悟はできておろうな。俺はもうどこにも逃げんぞ。遠慮するな、かかってこい。舐められたものだよ。もう有効期間で切るぞ。何？高杉の居場所を知っているか。高杉さんなら右甲板にいました。そうか、右甲板。どうだ。やかましい。高杉、俺はお前が嫌いだ。昔も今もな。だが仲間だと思っている。昔も今もだ。いつからたがった俺たちの道は。確かに俺たちは始まりこそ同じ場所だったかもしれねえ。だがあの頃から俺たちは同じ場所など見ちゃいめえ。どいつもこいつも好き勝手点でバラバラの方角を見て生きていたじゃねえか。俺はあの頃と何も変わっちゃいねえ。ズラ、俺たちに生きる世界を与えてくれたのは紛れもねえ逍遥先生だ。なのにこの世界は俺たちからあの人を奪った。だったら俺たちはこの世界に喧嘩を売るしかあるめ。あの人を奪ったこの世界をぶっ潰すしかあるめえよ。高杉、俺とて何度この世界を更地に変えてやろうかと思ったか知れぬ。だがあいつがそれに耐えているのに、一番この世界を憎んでいるはずの奴が耐えているのに、俺たちに何ができる。俺にはもうこの国は壊せん。壊すにはここには大事なものができすぎた。おまんと。ズラ、聞いたぜ。お前さん、以前銀時と一緒にあの春雨相手にやらかしたらしいじゃねえか。俺はね、連中と手を結んで後ろ盾を得られねえか苦心してたんだが、おかげでうまくことが運びそうだ。お前たちの首を手土産にな。高すぎ。言ったはずだ。俺はただ壊すだけだ、この腐った世界を。完全に包囲された。銀時たちが戦っている今、俺が守らなければこの町を。
ここは俺が制圧してやる。何を私は別格してる顔してんのにヤンゴアンだ。たわいもない。俺はもうどこにも逃げんぞ。覚悟はできておろうな。俺はもうどこにも逃げんぞ。これで終わりか。ここは俺が制圧した。まだ終わらん。来いってひょっとして全部バレちゃってます。さらば。どうした？もう終わりか？こんなところか。ここは俺が制圧した。出てくならてめえだけ出ていきな。私は私は何か見つけたぞ。油断したな。これで終わりか。
パンにまたアマント。急がなければ。どけ。俺は今虫の居所が悪いんだ。ようずら、どうしたぞ。お花失恋でもしたか。俺は草だ。黙れ、イメチェンだ。貴様こそどうしてそうなりよう。爆撃でもされたか。黙っとけ、イメチェンだ。どんなイメチェンだ。引くぞ。お前の背中を俺が守る。覚悟はできておろうな。俺はもうどこにも逃げんぞ。タイロは俺たちが守る。いつぶりだろうか。さあな、忘れちまったね。あと少しだ銀時、一気に叩くぞ。もう終わりか。パーフェクト。
いいとき、潮時だ。逃げるぞ。お前、こっから逃げるってどうやって？俺に考えがある。こんなものだな。こんなところか。やったぞ。よっしゃ。高すぎる。そういうことだ。俺たちは次やった時は仲間もクソも関係ねえ。全力で貴様をぶった切る。せいぜい街でばったり会わねえよ。気をつけるこった。さらば。用意周到な子ってルパンか。お前ルパンじゃない。ズラだ。あ、間違った、カツラだ。伊達に今まで新選組の追跡をかわしてきたわけではない。しかしまさか奴もこいつを持っていたとはな。始まりはみんな同じだった。なのに随分と遠くへ離れてしまったものだな。銀時、お前も覚えているか、こいつを。ああ、ラーメンこぼして捨てた。